回は自作キッチンのその後と普段のお手入れについてお話をしたいと思います。自作から使い始めてもうすでに10ヶ月が経とうとしています。水回りの天板を木で作ったキッチンというのは、その後のお手入れですとか耐久性なども皆さん気になるところかと思いますので、今日はその辺の手入れについて10ヶ月経った現在をお伝えしていきたいと思います。食器を洗った後はキッチンペーパーで拭いてしまいます。リノベーションをしていることでまだ部屋が全部整っていないので、今後もキッチンペーパーで食器を拭き続けるかは検討中です。キッチンで私が一番気にしているのは衛生面。以前聞いた話によると、家の中で一番汚いのはトイレよりもキッチンなのだそうです。ですから以前の動画で紹介した殺菌スプレーなどを使い、カウンターの上から床面まで定期的に拭いています。特に気をつけているのは水回りで、なるべく水気を残さないように心がけています。これは衛生面でももちろんですが、今回自作した天板が木製のため、ニスを重ね塗りしているとはいえ、長時間濡れたままにならないように心がけています。水切り家具もその2つの理由から置いていません。グリーンの水切りトレイはセリアで購入したものです。食器が拭き終わったらすぐに収納、普段使いのものはこの2つの引き出しに収まっています。喉が渇くと冷たいお水が飲みたくなるので、朝のうちにその日に飲む分のお水を冷やしておきます。食事の時は温かい日本茶もしくはフレーバーティーを飲みます。皆さんは普段何を飲んでいますか？刺激の強いものが好きですか？食器を洗った流れでシンクのお掃除をしていきます。土曜の朝は毎回と平日は夜に洗います。皆さんは食器を洗うスポンジはどのくらいの期間使用しますか？交換の時期は決めていますか？私は衛生面を考えて週末ごとに変えるようにしています。スポンジ自体も100円ショップで見て回った結果、水はけもよく洗いやすいもの、かつコスト面でもなるべく負担にならないという条件で選んで、今はセリアの3個入りのスポンジに落ち着いています。1ヶ月4個使って100円ちょっとで済むのでお得です。それから排水口の網を洗っている絵付きたわしも同じく週1回のタイミングで交換しています。週末の交換のタイミングの時にだけ捨てる直前に排水口の掃除にも使用しています。普段の排水口の掃除には数本売りで売っている歯ブラシを掃除専用にして使っています。シンクにはなるべく物を置かないようにしていて、三角コーナーの代わりにセリアで購入した水切りの袋を使っています。それからシンクの中を洗うのに使っている緑色の薄いスポンジみたいなものは汚れ落としの研磨剤です。これはセリアにもダイソーにも売っていましたが、すぐ使えるように適度なサイズにあらかじめカットしておきます。排水口のフィルターに関しては最初は一般的な網のものを使っていたんですけれど、細かいゴミなどはすり抜けてしまうんですよね。ですので最近は不織布タイプのフィルターにしています。お掃除でも何でも一度自分なりのこだわりを持って道具を選んで置き場所を工夫すると、毎日のルーティーンが楽しくなります。どんなことでもやらされている感だと人はやる気が起きませんが、自らが厳選したものでコントロールしているという意識に変わると、たったそれだけのことなのに不思議とモチベーションにつながったりするんですよね。最後は水に濡れた部分、シンクの周りをすべてキッチンペーパーできっちりと拭き上げて水気を残さないようにしています。修正剤、木の板で手作りで作っているので、ニスは塗っているとはいえやはり痛みが気になるので、この辺のお手入れはしっかりと行うようにしています。皆様もぜひ些細な日常のことから丁寧に一つ一つ自分にしっくりくるものや方法と向き合ってみてはいかがでしょうか。日常の生活が今よりもちょっとだけ楽しくなるかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったという方はぜひグッドボタンをお願いします。
ジャルダン・デュー・ラパンうさぎの庭、次回もぜひお楽しみください。チャンネル登録もお待ちしてます。